俺は届いた糞尿付きのスペシャルマスクを思いっきり吸い込んだ。俺の人生に欠かせない至福のひとときだ。俺の名前はカーター。先生、次の患者さんがお待ちです。オーケー、今行くよ。アメリカの大病院で勤務する産婦人科医だ。俺は名医として病院スタッフや患者たちから大層慕われている。この腕と実力と甘いマスクのおかげでね。はい、リラックスして、すぐ終わりますからね。そう緊張なさらずに、先生は名医だから大丈夫ですよ。はい、そうですよね。学会では革新的な論文をバンバン発表し、マスコミにもたびたび登場。やっぱ加藤先生じゃなきゃね。有名人やハリウッド女優もこぞって俺を指名する。つまり俺は名の売れてるイケメン有名ドクターってわけ。とはいえプライベートの方はさっぱり。会いたかったわ、チャーリー。僕もだよ。ジョイの妻はこの俺を差し置いて同じ科のドクターと浮気している。ろくに家にも帰ってきやしない。妻からはたびたび離婚を切り出されているが、俺はそれを突っぱねていた。ねえカーター、別れてほしいの、お願い。嫌だね、離婚などするもんか。最初に断っておくが、妻への愛情などすでにない。ただ妻だけが他の男と幸せになるのが尺に触るだけだ。ま、プライベートは散々だが、そんな俺にはある秘密がある。それは女性の匂いを嗅ぐこと。おお、この感じは湿った藁の匂いがするな。人種や年齢、症状などによって匂いが微妙に違うんだ。以来俺はすっかり匂いフェチとなってしまったってわけ。あったあった、これこれ。そのうちに診察以外のプライベートな時間でも女性の匂いを欲してしまい、人が使用した中古マスクが取引され爆売れしているらしい。価格は5から250ドルと幅広い。なんと着用済み衣類販売サイトまで漁るようになってしまったのである。ちなみに今最もホットな商品はマスクだ。最高。しかも今のご時世、怪しまれることなく顔に着用したまま堂々と外を歩ける。まるで俺のためにあるような商品だ。俺は次から次へと中古のマスクを購入するようになった。来たー、届いた届いた。気づけば休みのたびに妻の留守中を狙って送られてくるマスクを受け取るように。おっと、マスクなら何でもいいってわけじゃない。俺のこだわりは不織布マスクだ。こいつは片面に液体がついても反対側まで浸透しにくく、さらに匂いを保つのにも優れている。もちろんこんなこと誰にも言えない。バレたら病院を即クビだろう。あ、カーター先生よ、素敵。何しろ俺は皆が憧れるイケメン名医なわけだし、この秘密は決して漏らせない。口が裂けてもね。こうして俺は完全にのめり込んでいった。このご時世に医師という立場でありながらの、もう侵入科か。どれにしようかな。もちろん罪悪感のようなものはあるけど、もう欲望を抑えきれなくなっていた。そんなある日のこと。ん？なんだこれ。俺宛に奇妙な院内メールが届いた。内容を読んで俺は顔面蒼白になった。お前の秘密を知っている。バラされたくなければ50万ドル用意しろ。なんだこれ、脅迫文じゃないか。しかもメールの文面の下には例の着用済み衣類販売サイトのリンクが貼られている。一体誰がこんな。メールには50万ドルを全てキャッシュで揃えて指定する公園に置いておけとあった。もちろん払えない額ではない。問題はいつどこで誰にこの秘密がバレたかということだ。どうしよう、どうすればいい。もちろん警察には行けない。通報でもしようものなら俺のこの変態趣味が即座に広まってしまうだろう。この秘密を知っている人間、それがこの院内のどこかにいるはずなんだ。一体誰だ、犯人は誰なんだ。待てよ、ひょっとして着用済み衣類販売サイトの管理者が俺のクレジットカードから個人情報を抜き出し俺を特定したのかもしれない。アメリカはクレカ関連の犯罪も多いからな。ありえなくはない。どっちにしたって立場上警察には届けられない。俺は犯人の言う通りに50万ドルを支払うしかない。くそー、50万ドルあれば埋もれるくらいフルーティーなマスクが買えただろうに。約束の支払い日、俺は現金50万ドルを詰めたアタッシュケースを犯人の指定する公園へと置いた。ここでいいんだよな。影からしばし覗いていると、数分後に黒塗りの車が現れ、マスクをつけた犯人が素早くアタッシュケースを持って走り去っていった。車のナンバーは当然ながら塗りつぶされて見えない。俺は恐怖で夜も眠れなくなり、本当にこれで終わりなのか、また揺すられるんじゃないのか。金は惜しい。だがそれ以上に犯人がわからないのが怖かった。
久々に妻が帰宅していたのにさえも気づかなかった。あら、カウターどうしたの？顔が真っ青じゃない。あ、いや、疲れてるだけだ。そう、それどころか仕事にも支障をきたし始めていた。先生、先生ってば。どうした？もうさっきから患者さんが呼んでますよ。再び脅される恐怖から俺はみるみるうちにやつれていった。誰かが俺の秘密を握ってるんだ。この中の誰かが。俺のストレスはすでにマックスの状態。この変態趣味をネタに俺をゆすろうと考えている犯人がこの世に存在するのだから。秘密を握られている恐怖から逃れるかのように俺はさらに匂いの世界へと没頭するようになっていった。こうなったらスペシャルマスクを大量購入してやる。スペシャルマスク、それは糞尿付きマスク。しかも乾燥を3度繰り返された絶品だ。手間暇がかかる分、通常マスクの2倍の価格となっているが、俺は惜しまない。俺は腐っても医者だ。糞尿マスクをつけるリスクなど100も承知。うわあ、どうしても我慢できないんだよ。しかしもう匂いを嗅ぐことでしか落ち着けない体になってしまっていたのだ。いつの間に。数日後、俺は届いた箱を夢中でこじ開けると糞尿付きのスペシャルマスクを思い切り吸い込んだのである。この禁断の私服はもう俺の人生に欠かせないものだ。たまらねえ。苦味と酸味の効いた異臭が俺の鼻孔を刺激する。俺は何度も何度も届いたマスクを吸い込んだ。そして俺は完全にトリップしていた。50万ドル奪われたのだって実は幻覚か何かだったんじゃないのか。スペシャルマスクを購入後体がだるい、熱が止まらん。40度。俺の体調は見違えるように悪化していった。結果、俺は不衛生なマスクから感染症を引き起こしこの世を去ることとなった。有名医師の産婦人科医のこの俺がだ。そうそう、脅迫メールを送った犯人は結局誰だったのかって。離婚してくれないからちょっと脅しただけなのに、まさか本当に50万ドル置いていくなんてね。しかも感染症で死んじゃうし。犯人はなんと妻だった。ことの真相はというと。カーターってばこんな趣味を持っていたのね。今日はエイプリルフールか。これをネタにちょっと脅してやるか。そう、俺の留守中、偶然俺の携帯を盗み見た妻が離婚できない腹いせに犯人になりすまし脅迫メールを送ったのだ。後に警察が現場検証に現れ、死因はこれか。にしてもすごい量だな。俺の恥ずかしい変態趣味は公となってしまった。まさに死後の公開処刑だ。人間、弱みになるような趣味なんて持つもんじゃない。俺の地位と名声は落ちるところまで落ちてしまったよ。だがな、好きなものを最大限に味わって死ねたんだから、俺はある意味幸せな男なのかもしれないな。